はい、本日は、北大阪急行の江坂駅にね、これ来てます。今日なんですけれども、北大阪急行なんですけど、2024年ですね、来年の春なんですけれども、千里中央から、美濃茅野まで延伸開業する予定なんですよね。全部で 2.5km の区間なんですけれども、もう開業まで近づいてるってことなんで、今回その延伸区間のちょっと今の様子を見に行こうかなと思います。工事がだいぶ終わってるみたいなんで、はい、今回はねそれを見に行こうと思います。そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、北大阪急行っていうのは、この江坂から千里中央までを結んでる施設なんですけれども、この江坂駅から大阪メトロ御堂筋線が出てるんですよね。大阪メトロ御堂筋線は江坂から中本までを結んでて、御堂筋線と北大阪急行は総合直通運転してるんで、中本から千里中央まで直結して、ね、運転されてます。で、今回北大阪急行の、ね、延伸工事が進むと、中本から千里中央を、ね、通り越して美濃茅野まで行くようになるということで、ね、非常に楽しみなんですけれども、今回はこの江坂駅からとりあえず千里中央まで北大阪急行線に乗っていきます。江坂駅の切符売り場にやってきたんですけど、御堂筋線の路線図 この北大阪急行線 の路線図が運賃も、ね、これ載ってます。江坂から緑地公園桃山台を通って千里中央まで結びます。料金は140円ってめちゃくちゃ安いですよね。千里中央桃山段桃山台間に関しては100円って言って、ね、日本一初乗り運賃が、ね、安いとかも言われてます。はい、それじゃあ江坂駅のホームにやってきました。一面二線の構造になったホームドアもちゃんと設置されてます。この駅から北大阪急行と御堂筋線それぞれ、ね、路線が乗っています。ちょっとこっち側行くと、梅田とかね、難波、天王寺、中本方面で、こっち側が、緑地公園、桃山台、千里中央方面が、ね、続いてます。北大阪急行は吹田市と豊中市の市境付近を直線に、ね、結んでる路線になってます。おラッキーですね、ちょうど北大阪急行の車両がやってきました。美濃ラッピングトレインですね。2番線に到着の電車は千里中央行きです。車体にもね、美濃延伸開業の広告が貼ってありますね。おー、すごい。ここに終点の千里中央まで乗っていきます。最初の経営者の取りをご注意ください。北大阪急行は江坂を出ると緑地公園桃山台の順に終点の千里中央まで、ね、これ結びます。今乗ってる車両は北大阪急行急線系の美濃ラッピングトレインといって、美濃茅野の延伸開業へ向けた北大阪急行の装備編成ですね。なので車内もすごいピカピカです。北大阪急行は阪急電鉄の子会社なんで、車内の雰囲気も阪急電車みたいな、ね、感じになってます。
まだ茹でると次が終点の千里中央です。はい、じゃあ終点の千里中央に到着です。まあ、ゆずるともみじんのラッピングトレインは乗ったんですが、このミノーラッピングトレイン、これ多分ね一番新しい増備編成だと思うんですけど、これ初めてですね。ミノー色彩もみじ号、すごい派手なラッピングですね。ミノーの広告、これミノー公園やと思うんですけどね、の紅葉を多分イメージしてると思います。お待たせいたしました。2番線から新大阪、梅田、難波、天王寺方面中文字行きが発車いたします。お待たせいたしました。2番線から中文字行きが発車します。こちらで次の日にご注意ください。じゃあミノーラッピングトレインも見送ったわけなんですけども、この千里中央駅は地下にホームがあります。結構広くてね、ちゃんとホームドアも設置してあって、ここには北大阪急行延伸開業の広告が貼ってあります。まあね、駅名表は千里中央までなんですけども、ミノーカヤの延伸開業したら次ミノー千葉阪大前っていうね、駅名が下のところに入ると思います。で、今はこの千里中央で、まあ、終点なんですけれども、ここから先ね、もう線路が続いてて、工事がだいぶ完了していくとなんで、ここから先だいぶ完成してると思うんですけれどもね、ここから先が延伸開業区間になってます。だからレールとかがもう明らかに新しいのが分かりますよね。これ第三機上終電方式なんで、車両にはパンタグラフがついてなくて、右側に青いのが見えてるんですか、サードレールってところから電気を通って走るんですよね。これは直通している大阪メトロ御堂筋線に規格を合わせてます。まあ、全ての列車がこの千里中央止まりなんですけど、箕面茅野まで延伸開業した千里中央行きが今度なくなるかもしれないって、言われてます。はい、今ちょうど中本行きの列車が発車していくんですよ。この赤い車両が大阪メトロ御堂筋線の車両です。3万系ですね。御堂筋線の車両が北大阪急行線に直通運転してます。町の車両の方がまあ多いんでね、はい、乗り換え先の北急は乗れたんラッキーです。千里中央、大阪北摂にある北摂最大のニュータウンと言われて、千中パルとか、ここにはラビですね、あったりして超でかい高層マンション、タワーマンションとかね、あります。千里中央駅前には阪急バスの大きいバスターミナルがあります。ここからいろんな系統の阪急バスがね、たくさん発着して、見てもらったら分かる通りね、
たくさんねバスが止まってます。後ろもあれはあの降車場なんですけどね、あっちも阪急バスのバスターミナルがねあります。まあもう普通に大都会です。今日日曜日やからめっちゃ人多い。でこっちがなんか大英かなんか前あったみたいで、今もう廃墟状態になってます。すごいな。でここにもね巨大なイオン紅葉自由でね施設があります。千里中央駅から大阪モノレールもね乗り換えることができます。いやここすごいでしょう。あの千里中央といえばやっぱり、ね、この感じすごい、あの洗練された未来都市って感じがしますよね。あの高層マンションとかビルとかがあって、でモノレールの、ね、レールがずっと続いてるんで、他にもニュータウンらしいって感じがします。でこれ真ん中にあの中国縦貫自動車道と大阪中央環状線がねこれ道路、ね、通ってるんでね、はい、かなり迫力あります。はい、それじゃあ北大阪急行美濃加屋の延伸開業予定の区間をこれからね、歩いて巡っていこうと思います。まあ、2.5km の距離なんですけれども、まあ、途中駅のね新しくできる美濃千波半台前とかね、どんな風になってるのか、はい、見ていきます。歩いていきます。こうずっとね国道423号線がこうずっとね先道続いてるんですけど、今回のね美濃加屋の延伸開業予定の区間も、まあ、この道沿いに続いてるんでね、こうずっとねまっすぐ行きます。もちろん千里中央から、美濃加屋 の手前まではあのずっと近く間なんで、そうですよね、あの何もちょっと、ね、見えにくいと思うんですけれども、まあ、工事の様子がどうなっているのか、どこまで進んでいるのかね、まあ、もうだいぶできてるって話は聞いてるんですけどね、ちょっと見たことないんでそれを見ていこうと思います。まあ、やっぱり千里一路で何回も言ってるんですけど都会です。大阪北摂最愛のニュータウンで、南は仙北ニュータウンとね、まあ、二大ニュータウンと呼ばれていると思うんですけども、いやほんまに住みやすい街ですよね。マンションとかもあるし、で北大阪急行と御堂筋線、大阪メトロ、もう列車一本で大阪市内梅田難波天王寺ってアクセスできるんでね、はい、いいところだと思います。ウォーキングも楽しいですよ。ガソリンも高なったよね。高いな。鉄道を使いましょう。今歩いてるのはちょうどあの鉄道延伸の工事っていう案内があったんで、ちょうどね北大阪急行の美濃加屋の延伸の工事やってるところです。これは何なんかな、なんか入り口かなんか作るのかもしれないですね。これ立ち入り禁止になってます。地下でなんかやってるんでしょうね。地下鉄の工事といえばトンネルを掘ったりしないといけないんで、かなりねあの大変なんですよ。建設費用もかかるし。いやほんまにね、あの 2.5km って、まあ、そんなに長いね距離じゃないと思うんですけども、まあ、その距離でもねあのやっぱ建設するのって大変なんですよね、地下鉄は。まあ、地下鉄というか地下区間ですね。あそこも穴掘ってるんでね、なんか地下でやってると思いますよ。でここにあのちゃんと書いてあります。鉄道延伸を行っていますシールド工事、ちゃんとあの発注者北大阪急行電鉄株式会社になってるんでね、工事行っているというちゃんとこういう案内があります。千里中央のすぐ付近にはちょっと古めの団地もねこんな感じで並んでます。新しいマンションとかもねどんどんあのまああったりとか建設とかもしてるんですけどね。まあ、千里中央は大阪府豊中市なんですけれども、今回のね延伸開業予定である美濃加屋のは大阪府美濃市なんですよね。だからやっぱりこうして歩いてみると結構離れてるもんなんですよね。さあじゃあしばらく歩いてきたんですけど、あそこにね美濃市っていう看板が見えます。ここからねやっと豊中市から美濃市に入っていきます。コムアートヒルって見えるんですけど、ここはあの美濃千波って呼ばれる地域で結構都会なんですよね。意外と知られてない穴場というか、
都会的な雰囲気になってます。向こうがさっき言った千里中央でずっと歩いてきて、ここが箕面の線場、すごい都会的ですよ。マンションとか商業ビルがたくさんね立ち並んでます。だからなんか都会がこうずっと続いてるような、そんな風にも思いますね。ここはあの阪急バスも通ってますね。さあ、こんなところに北大阪急行線延伸工事のお知らせがありました、ね、まさにこれですね、令和6年3月23日土曜日開業予定になってます。あ、これあの乗ってきたやつじゃないですか、箕面ラッピングトレイン、箕面、色彩もみじ号。ちょうどあの辺りが、今回の箕面かやの延伸区間の、箕面線場阪大前駅があるところなんですけど、あの辺りですね。やっぱり、あ、すごい、あの電車のマークがあって、なんかあの連絡通路みたいにできてるんですよね。すげえなあれ。列車のところがなんか白くなってるんですけど、あそこに駅がね、おそらくあるはずなんですよ。あ、すげえわ、だいぶできてる。ちょっとあそこ近くまでね、見に行こうと思います。すごいな、これが連絡通路なんですけれども、めちゃくちゃ綺麗です。ここ跨線橋、跨線橋ちゃうわ、歩道橋ができたらあのすごい便利ですよね。やっぱり予想通りなんですけど、まだね、関係者以外立ち入り禁止ということなんで通れないようになってます。これすごいな、向こうの奥の方までずっと続いてますね。ちなみにこれが箕面線場センタービルです。めちゃくちゃ立派なビルですよね。いや、大阪府箕面市でこんな大都会やったっけってね、まあ、思わせるぐらいのような、ね、ところに、ね、いる感じがしますわ。この辺りの道路とか明らかになんかおかしいですもんね。違和感感じますわ。まさにあの下で工事やってるなっていう、そんな感じがします。ポールとかもね、たくさん立ってるんで。おお、これはすごいのを見つけました。箕面線場阪大前駅の、ね、駅のマークとか駅名表がもうできてますやん、これ。できてるやん。で、あそこにあのエスカレーターあるんですよね。で、あの奥にもなんかでっかいなんか商業施設かな、なんか建設中ですな、あれ。奥にはマンションも建てて、すごいな。いや、マジですごいわこれ。まあ、当然ね、中には入れないんですけれども、わあ、すげえ。これ自転車置き場も作るみたいですね、なんか。いや、すごい、ほぼ完成に近いです。この辺りもね、工事真っ最中って感じで。じゃ、工事中なんですけど、歩道の整備とかがね、ちゃんとこうしっかりしてあるのがいいですね。これもすごい形のビル。ちょっとあの地下区間の工事ってね、特殊ですよね。普通の新しく鉄道を新設するのとまた違う感じがします。あれもすごい年季の入った古いビルがあります。やってんのかすらもわからんぐらい、なんか朽ち果てた感じがしますね。さあ、じゃあずっと歩いてきまして、ここがちょうどあの地下区間から地上に出るところなんですけど、見てください、あれ、え、線路が見えてますよ。おお、すごい。やっぱりあのレール見るとね、あ、工事やってんねんな、鉄道のね、あの新しい工事やってんねんなっていうのを実感しますね。で、信号機もできてて、もう点滅してるんですよね、あれ。注意信号と奥はあの赤なんで停止信号が出てます。あ、すげえな。そこらの第三機場終電方式なんで、あの河川とかないんですよね。やっぱ比較的スッキリしてる感じがします。ここがちょうどあの地下区間から地上に出るところです。
で、ここから先終点の美濃茅野まではね、あの降格感がこうずっとね続いてます。で、これですよ、もう信号があの点滅してるんですよね。これ注意信号ですよね、黄色なんで。もうなんか試運転やってんのかっていう、そんな風にも思わせてくれますね。てかもうレールもあのね、もう敷き終わってるんで、もう試運転できそうな感じするんですけどね。すげえわ、もう完全に鉄道です。この高架区間をね、あの支えてる柱もすごいね、こうしっかりしてますわ。これほんまに立派な高架区間ですよ。あのまるで新幹線でも走らせるんかっていうようなレベルの出来栄えですよね。これもあの建物の形からしてコンビニかなんかファミマかなんかできそうな感じしますね。これ多分道路をきれいに復旧したいと思うね、修復したいと思うんですけど ねしっかりされてます。おーすごい、あれが美濃茅野駅ですよね。駅舎が見えます。で、この道はあの大阪府の大動脈とも言われている国道171号線稲市と言われている道です。まあ、この道とね合流します。はい、それでは千里中央駅からねずっと歩いてきてやっと到着しました。北大阪急行、美濃茅野延伸、開業予定の美濃茅野駅到着です。これがあの駅舎なんですけど、すごい立派ですよね。北大阪急行、まあ、水戸水線もそうなんですけど、10両編成の列車がやってくるんで、法務庁もすごい長いですよね。こんな感じ奥まで続いてて、なんかあの木目調の木みたいな色してますよね。で、多分ここもなんかいろいろなんか店かなんかここで入ると思うんで、なんかできそうな感じに見えますよね。で、こうあの最大の特徴があのここ美濃キューズモールっていうのがあるんですけど、そのそこと駅があの直結してるんですよね。あそこ奥なんですけど、なんかあの駅からすぐ美濃キューズモールまで、まあ、行くことができるようになってるという感じになってます。で、この大阪府美濃市っていうのはあの、まあ、大阪府の市街地にあるんですけど、比較的こう緑が多くて、まあ、住みやすい街としては有名なんですよね。で、この駅前にはバス停もあって、今阪急バスが出発していくんですよね、千里中央駅。だからあの阪急バスにもすぐ乗り換えることができるんですね。これは便利。まあこの美濃キューズモールってかなりでかくて、映画館とかもあったりして、ここはあの連絡通路みたいなのあるんですが、あそこもなんか絶賛工事中ですね。で、そこは多分映画館やと思うんですけどね。109シネマってあります。おお、ここから見るとすごいですね。はい、じゃあ階段を上がってきたんですけど、すごい、北大阪急行北急美濃茅野駅ってあのちゃんと駅名表っていうかね、あのちゃんとありますね。すげえな。だここがちょうどあの駅の入り口っていうことなんで、こっからすぐにこう美濃キューズモールへね、あすごい直結してますね。反対側の方にやってきたんですけど、こんな感じになってます。まあ、ここも多分なんかできると思うんですけどね。あ、多分ね、これ見た感じバスターミナルっぽいですね。こうなんかロータリーみたいな感じになってるんで、え、多分あれが多分屋根かなと思うんですけど、すごいですね。ここにも多分バスが今後発着するのかなと思います。はい、じゃあ今回は、北大阪急行、美濃茅野の延伸開業予定の区間をね、いろいろ見てきました。いや、すごかったですよね。莫大な工事費用がかかると思うんですけどもね、これあのできるようになれば非常に、ね、便利になると、ね、思います。いや、実際に見るとね、あの開業が楽しみになりました。はい、じゃあ今回はこんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。